どうもアボンです。こんにちは。特に一緒に走る子が今いないんで一人で走ってます。で、まあ、今回今年最後かな、夏8月中旬かな、盆明けぐらいからボンチャンネル始めまして、4ヶ月ぐらいですかね、5ヶ月、させていただいて、ちょろちょろね、見ていただいてる中で、何人かの方にはしゃべれんな<笑>何人かの方にはチャンネル登録とかね、していただいて、本当にありがとうございます。で、まあ今日そのね、お礼動画というか言うつもりで撮ってるんですけど、また来年どうしていこうかなって結構ね、いろいろ考えてるんですけど、いろいろバージョンアップしたいんですよね。カメラとかもそうだし、編集もバージョンアップ、まあレベルアップっすよね、もうしていきたいなって思ってますし、で、まあなかなかね、全部を一気にっていうのができないんで、段階ね経てね、ちょっとバージョンアップしていけたらななんて思ってます。で、まあこんな僕みたいな喋りでもね、見てくれて、チャンネル登録、してくれてる方、もしくはまあしてもいいかなって思ってくれてる方ですね、また来年ですね、引き続き見ていただいて応援してもらえたら嬉しいなと思います。何からしようかなっていうね、やっぱり GoPro いるんかななんてね思ってるんですけど、 GoPro 高いっすよね。この僕が今使ってるセダの 10C プロも、まあインカム、カメラ付きインカムかっていうことで、買ったんですけど、まあ5万ぐらいはしたんですけど、まあ、それぐらい出したら買えるだろうっていうやつもあると思うんですけど、なんかね、音声問題だとかなんだとか聞きますもんね。ソニーのアクションカムもいいんですけど、なんか横にね、なんかでかいっすもんね、なんか重たいんちゃうかなと思うようなね、なんで何しようかな。あとパソコンっすよね、編集するのね。ある程度のやつね、編集しようと思ったら、それなりにスペックがね、いりますしね。でも難しいです、元ブログって本当なんだかんだ金かかりますよね何気に始めてみたものの、ってことは皆さんも結構お金には苦労してやってんじゃないんかなって思うんですけど、もう僕なんかお小遣いライダーなんで、ね、決まったお金の中でやりくりっていうことなんでね、なかなか本当に一気には難しいんですけど、なんとか来年はちょっとずつバージョンアップしてやっていきたいと思います。で、チャンネル登録してくれてる方ですね、本当にしていただいて、チャンネル登録ねしていただいて本当にありがとうございます。もうちょっとね、喋りとかもね、面白おかしくできたらいいんですけどね、なんか性格なのか、こんなのっぺりなのかな、こんな喋りしかできないですけど、引き続きまたお願いいたします。で、来年はね、なんだ、何回か一緒に走った ZX25R の友達とね、いい季節になったらちょっと本当にツーリングしたいなって思ってるんですけど、あとはまあコロナ次第ですよね、コロナ。まあそこにも注意しながら、バイクを楽しんで、で、まあ肩意地張らずにね、まあ動画の方もね、引き続き上げていきたいと思いますんで、また皆さんよろしくお願いします。またね、新年、何かしらで動画撮って、明けおめ動画撮れたらいいなって思ってるんで、
またそちらもまた上がった時に見ていただけたら嬉しいかと思います、まあ、今日はですね、本年はどうもありがとうございましたということでこの動画撮っておりますが、皆様バイクですね、結局難しい乗り物、まあ、危ない乗り物の部類にはなってしまうんで、十分安全運転で年末年始事故がないようにですね、まあ、これからね免許取って乗る方も特にね事故とかね、ないようにですねお願いしたいなって思います、それじゃあ年末のご挨拶動画でした、じゃあねー。